葉山神社は、唐久和半島中心部に位置する葉山山の山頂奥の宮と、宿浦湾の里宮の2カ所に鎮座しております。葉山山山頂に鎮座します奥の宮からは、360度のパノラマが広がり、気仙沼湾・広田湾を一望することができます。 初期岩を取り行う里宮は、森は海の恋人で有名な、気仙沼市唐久和地区の宿浦湾の入り江に鎮座しております。安山や海上、交通安全、防災よけのご利益、また、早間神社は馬とゆかりが深く、県客必勝、足腰守護など馬に関わる御神徳として厚く信仰されております。 東日本大震災では海抜12メートルの高台に鎮座する拝殿に15メートルの大津波が襲い社殿・社務所内を粉砕しました幸い流出は免れましたが気仙沼市唐桑町宿浦地区では葉山神社だけが残りました大津波により高台に位置する葉山神社にまで浸水をしたこと また、大津波の恐ろしさを後世に記録し伝えること震災からの早期復興を願って震災の翌年に東日本大震災復興祈願碑を混流波の形が施された石碑の上の部分には「大津波浸水高さここまで」と刻まれ大津波がこの高さまで到達したことをご覧いただき 津波の高さと恐ろしさを認識していただけるようになっております。葉山神社には必勝、健脚、足腰守護のご利益を求めて。競馬関係者をはじめ、スポーツ選手、足腰の難儀でお悩みの方まで、参拝者がお越しになります。授与所では。 葉山にちなんだお守りや絵馬、震災復興祈願絵馬やお守り、御朱印を授与しております。どうぞご参拝をお待ちいたしております。